皆さんね、WBC 見てて思ったのは僕だけじゃないはずです。山田哲人の声が異様に大きい件について。今回の WBC だけじゃなくて、今までのシリーズ戦とか、今までの侍ジャパンでもそうでしたよね。やっぱりこの覚えやすいメロディーと声の出しやすさ、そして何よりも山田選手本人の凄さが、この大きさを作り上げているんじゃないかなっていうふうに思います。その前奏の後の歌詞も、ザ・山田選手っていう感じで、すごく良きだから、一緒にみんなも歌ってみてください。